でですね。おお。5、6キロ。ははは。どっから登ってきました？辻ヶ丘くらいです。ああ。そこか。あ、辻ヶ丘ね。はい。早いですね。今日はちょっと遅く。ああ。登ってくるとき結構雲がかかってたでしょ。かかってましたね。ねえ、雨かなと思ったんですけどね。ちょっと濡れてたから夕べ降ったんですかね。うん、結構濡れてましたね。結構登ってこられるんですか。最近はここは月に1回ぐらい、ここのとこ3日続けて、3日だけどよって、初めてですか？聞いたの。あ、いや、もうなんかもう。あ、そうですか。たまね、その時に合うかどうかって。うん。よくあの高尾山では聞くことあるんですけどね。あ、まああそこもね、修験の山ですから、うんうん。ここではちょっと珍しいですよね。カバさんとかも修験の山だから。あ、そうですね。あたりもね、並びですから。うん。うん、あの宝鏡山ってご存知ですか。ああ、よく行きました。あ、行きました、うん、僕も行ったけども、あそこから筑波山見るといい眺めですよね。いい眺めですよねあの個人的に形だけだったら、うん、宝鏡山よりも先の、うん、なんだっけ、雪入りの先あたりから見るやつもいいですよね。ああ、そうですか。はい、あそこのところに小町山、雪入山、うん、あと、なんだっけ、御嶽山だ、御嶽山なんだっけ、なんとか山とか、いくつかあるんですよ、ちっちゃい山が。ああ、そうですか。うん、で、小町山が土浦市で、はい、で、その先の雪入山が石岡なんですよ。ああ、そうですか。行政区域が違うんで、うん、太陽がみんなバラバラなんですよ。まあ、どこもボランティアの人らがあのちゃんとかいあのやってくれてるんですけど、宝鏡山は結構手入れがされてますよね。うん、されてますよね。コースもいっぱいあるしね。うん、小町山もいいですよ。はあ、おはようございます。おはようございます。